前回撮影しました JBL2405 のですね、ダイヤフラム比較、JBL 純正のダイヤフラムと当社オリジナルで制作したダイヤフラムの比較動画、非常に反響がありまして、あの動画をご覧になって、自分の075や2405をですね、ぜひダイヤフラム交換してほしいというご依頼をありがたく数多く頂戴しましたので、今回はそのお預かりしたお客様の中から、075とそれから当社で組み上げた075、どういう音の違いがあるかっていうのをですね、鳴らし比べたいと思います。左側のものがですね、お客様からお預かりした JBL のダイヤフラムが入った、ステンレス本はですね、こちらは当社で作ったものではなく、どちらかでお求めになったものを以前お客様を依頼されたショップでこう組み上げてるっていうものですね。で、対する右側にあるのは、前回の動画でも紹介しましたこの当社のですね、春秋無垢の 厚手のですね、この、リングに、アルミのダイヤフラムをですね、 UV 接着して製作している、ダイヤフラムを入れて、そしてかつ当社のですね、ステンレスの無垢、削り出しの本を、ここへ装着しています。前回お話はしなかったんですけれども、当社で製作しているですね、このステンレスの無垢削り出し本は、実はその、形状こそですね、純正の075と全く同じように見えるんですけれども、ここも、これはですね、ステンレスじゃなくて、アルミ製銅の素材なんですけども、形状構造は一緒です。ダイヤフラムに接する 面のですね、角度とそれから面積が実はオリジナルのものとは異なってます。特にこのイコライザーの方ですね、これがやっぱりポイントで、ダイヤフラムに対してですね、こうストレスなく必要なところを抑えて、不必要なところはですね、抑え込みすぎず解放してあげるっていうところがポイントになっているので、そのあたりをですね、聞き比べてもらえればと思います。おそらくこちらのですね、ステンレス本は純正に準じた設計構造形になっていると思いますので、であとは表面の仕上げも違いますね。こちらは当社のものはですね、鏡面のポリッシュにしていますので、音波のですね、ロスがない、スムースに反射するという特徴があります。で、こちらのお客様はですね、特段問題があるということではないんですけども、ずっとこれまでもお使いで、このツイッターセットでお使いになってて、ただ前回の動画をご覧になって、あまりにも違うのでぜひ変えてほしいということだったんで、お預かりしたままの状態と、そして、こちらで当社で組み上げた別の個体、このお客様のものはこれから組み上げるんですけれども、すでに用意した別の個体の075との比較をですね、してみたいと思います。じゃあまず1曲かけてみますね。こちらの A の JBL のお客様からお預かりしたものから先にかけます。はい、次に B の当社のオリジナルダイヤフラムプラス当社のオリジナル設計のステンレス無垢ホーンの組み合わせで鳴らします。
どうでしょうか。違いがかなりあるというふうに お気づきになると思うんですけれども、まず JBL の方はですね、まあ、結構皆さん聞き慣れているような音だと思うんですけれども、癖があるっていうか、特定の周波数のところでこう潰れたような感じ、クッと耳が痛くなるようなですね、音が入り込みます。これは異常という形じゃなくてもこういうものなんですよね。それはまあどうしてもこの押さえつけてしまうところがやっぱりその共振して、それでぐちゃぐちゃっと歪んでしまっているっていうことの表れなんですけれども、じゃあ同じ曲かけながら ABAB って切り替えで鳴らしたいと思います。まずはあの JBL の方ですね。切り替えます。 B にA に切り替えます。B に切り替えます。A に切り替えます。B に切り替えます。A に切り替えます。B に切り替えます。癖なく伸びてレベル能率も高いっていうことが分かると思うんですけれども、もう一曲だけ別の曲をかけてみましょうか。 A の JBL の方から。はい、次は B の当社ケンリックサウンドのものですね。優しく
かなり違い、またこれもそうなんですけど、違いますね。低いところまでまたしっかり出てるので、かつ広域もですね、変に癖が起きることなく、スーッと伸びて、レンジが広い、レベルも高い。故に、どんな帯域でカットしてもですね、うまみが使えるっていうところはポイントですね。2405はかなり絞って上から 10kHz より上とか使うことがありますけど、075の場合はもう 3kHz より上とかですね、使うことを十分考えられますので、その場合明らかに優位ですね。もう一曲だけ、じゃあ最後 A の J ベールからいきますね。はい、B の建立サウンドに切り替えます。前回もお話ししたんですけども、これは部品が違うということだけではなくてですね、調整する、方法、技術的な部分が違いますね。通常は立ち上がっているガイドピンにダイヤフラムのですね、ホールをスポッと入れるだけで、それ以上どうしようもないんですけれども、当社のものはクリアランスを広げてですね、自由度を増して、それでその時点で音波を入れながらですね、最もベストなポジションにセンターが来るように調整して組み込むので、ですから余計な、共振がなくスーッと伸びていくようなこの音っていうのは、そこに秘密があるということです。じゃあ最後 AB で切り替えながら同じ曲をですね、鳴らして終わりにしたいと思います。じゃあ AB の JBL から。
B に切り替えます。A に切り替えます。B に切り替えます。A に切り替えます。B 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 に切り替えます。A に切り替えます。B に切り替えます。A に切り替えます。ボーカルの自然さが違いますね。で、こうやって切り替えるとやっぱりレベルが違うっていうのが分かります。まあこれだけ大きな差として現れるということが言えます。まああと1点ですね。こちらは当社のものは金メッキのスプリング端子にですね交換はしています。あとは、着地ですね。再着地というところ。まあこれをですね参考の上お手持ちの075-2405-077-076-2402などのですね、ツイッターのダイフラム交換だけでも結構ですし、あとはホーンのリプレースまで含めて、まあベストはですねホーンも交換して設計が違いますんで構造が、そして着地まで入れて、あとは端子交換っていうところまでやっていただくとこういう音に、なりますんで、では。